はい、おはようございます。ラスカルでございます。はい、本日はやばいチャレンジメニューに挑ませていただきます。本日訪れておりますのがですね、この群馬県にございますサブちゃんの焼きまんじゅうさんですね。ご存知の方も多いと思うんですけれども、大食いの方も動画でよく行っておりますし、先日思うまい店のね、番組の方でも何回も出演されておりまして、店名にもねある通り、この群馬県のねご当地メニューであります焼きまんじゅうがメインの、売りというか販売してるんですけれども、それ以外にもですね、この美味しい焼きそばであったりとか汁物のラーメン等もね販売しておりまして、今回僕はですね制限時間10分で、この3キロの、ね、焼きそばを挑ませていただきたいと思います。多分、僕らでもやばいギリギリのねチャレンジメニューとなりますので、頑張って挑ませていただきたいと思います。はい、自分で3秒前から、はい、挨拶していただきます。はい、どうも。ということで3、2、1ということで、はい、はい、始めさせていただきます。よろしくお願いします。いただきます。はい、お願いします。これ大丈夫かな。ああ、うまい。うん。おいしいけどこれ10分。うん。これは掘るほど出てくるからね。ですね。ね。減らないですね。やったら増えるの。うん。そのままで食べていかないと増えるからね。すごい。うん。おすごいよ。僕の方が邪魔なんですよ。でもうまいな。これすごいよ。これすごいですよ。麺が重くて、もう握力がなくなっています。まだ擦り切りにもなってないですからね。でもちょっとそこが見えてくればやつだから。それまでやね。そこが見えても分厚いですけどね。だいぶ。やっばマジで。
あ、うん。何も出てこないから。いつもテレビだとなんか出てきますからね。そうそう、中へね。早い。やばいなこれ。その体に襲ってやりゃ大丈夫だ。また掘ると増えますね。そうせいじゃ最後の追い込みを聞くから。もう今も追い込んでます。やばっ、
10分です。すごーい。ということで本日の結果ですね、残りこんな感じでございます。あと1キロはないぐらいかな。とりあえずこの後も食べるんですけど、ごちそうさまでしたということで、このチャレンジメニュー、今までで過去1人だけ、成功されている、特にその大食いのプロとかではなくてですね、一般の方みたいでして、ぜひ出てきてほしいです。知りたいです。どんな方なのかね。いや、もうめちゃくちゃ難易度高くてですね、お腹にというか、もう時間がね、全然間に合わなかった。でもせっかく来てますので、あと追加で焼きまんじゅう2本もらってもいいですか？いや、もうここに来て焼きまんじゅう食べずに帰れないです。ありがとうございます。いただきます。待って。実物こんなでかいですね。今ちょっと追加でね、焼きまんじゅうせっかくだからと思って注文したんですけど、でっかいっす。でっかい。またいい香り。ちょっとこれ焼きたていただこうかな。これですね。でかい。どうすか。うわ。やっぱ焼きたてすぐ食べてくれっていうのが分かります。もうこれは、うまっ。普通の方は2個食べたらもうお腹ということでですね、今回注文させていただいた焼きそばのチャレンジメニューおよびこの追加でね注文した焼きまんじゅうなんですけれども、最後までねちゃんと完食をさせていただきましたが、会話の大好きな僕とですね、動画を見てわかる通り会話の大好きなサブちゃんが集まったためにですね、30分ほどゆっくりと時間をかけてお店の方含めてね会話をさせていただきながら食べてしまったので、今回この実食シーンに関しては早送りをしながら、このね焼きそばのチャレンジメニューのお話であったりとか、サブちゃんこのお店自体のねお話ができればなと思います。いやーねー、この焼きそばやばいですね。まあちょっと冒頭の方では約3キロほどの焼きそばと説明をしたんですけれども、改めて確認をしたところ麺のみで3キロということで、いろいろね調味料であったりとかこの具材お野菜だったりとか含めると、まあ3キロじゃ収まらないかなというところでございました。でそれをね10分ということで、基本的にね大食いの人って焼きそばであったりとかチャーハンであったりとか、こういう炒め系ね、どうしても水分が飛びがちの食材に関しては喉に詰まりやすいというか、胃にもねこう詰まりやすかったりするので、基本的に大食いの人って全員が全員焼きそば苦手ですと、まあ言うぐらいね本当に難易度の高い食材になっておりますので、3キロ超えた焼きそばを10分で食べる、これはねいわゆるこの大食いのプロの人でもなかなかクリアできないかな、難易度的には相当高いと思います。お伺いしたところですね、他の大食い YouTuber さんプロとしてね活躍している方も何人もねチャレンジをしに来ているんですけれども、まあ成功したことはないと。ただ一般の挑戦者さんの中で一人だけ唯一成功した方がいらっしゃるということで、写真とかもね飾ってはあるんですけれども、やっぱり僕もちょっと申し訳ないんですけれども存じ上げないような、他店でもこう写真でね拝見することがないような方だったので、本当にねめちゃくちゃ気になっております。どんな方なのか、うん、ぜひですね僕らこの強い人っていうところのねお話を聞くのが本当にやっぱ大好きというか、まあ、基本的にはね大食いが好きでやっておりますので、ぜひねちょっと一度動画にとは言わずともお話をね伺うような機会がねできればいいかなと思っております。はい。で今回ねこの挑ませていただいたチャレンジメニューのお話のみではなくてですね、ちょっとこの焼きまんじゅうについても触れていこうかなと。
はい、焼きまんじゅうといえばね、知らない方も多いかなと思うんですけれども、群馬県のご当地メニューとしてですね、昔から長らく愛されているメニューなんですけれども、これね、各店によって全然味が違うんですよ。僕自身も何店舗かでこの焼きまんじゅうというねものを食べたことがあるんですけれども、お店さんによって生地の柔らかさであったりとか、このタレの味付け全然違いまして、これパッと見みたらし団子のような甘じょっぱい醤油系のものかなと思われると思うんですけれども、ベースにはねこの甘い味噌だれというのかな、そういったものになってまして、出来たての際にはこのパリパリサクサク表面がね、で中はもっちりとしたこの生地にねっとりとね甘くまとわりつくタレが美味しいんですけれども、これ冷めてくるとだんだんね生地のもっちり具合も上がってきたりとか、タレ自体もこのねっとり感というか、本当にですね水飴のようなねっとり食感になってきて、全然ちょっと美味しさの方向性が変わってくると言いますか、どちらも本当に美味しいので、ぜひね皆様もお店での焼きたて食べた後にテイクアウトでねご自宅で楽しんでみるのすごくいいかなと思います。ちなみになんですけども、この後1本、2本と自宅用にねテイクアウトも注文させていただいて、またね改めて自宅で温め直して食べたんですよ。その時はスチームでちょっと温めさせていただいたので、ふわふわ感も増してね出来たてのような食感にはなったんですけれども、やっぱりねこの出来たてのカリカリサクサク食感には勝てないと言いますか、これに関してはですねもう本当各々の好みにはなると思いますので、ぜひねいろんな各店の焼きまんじゅう食べていただいて、ご自身のお好みの焼きまんじゅう探していただければいいかなと思います。まああとはですね、このサブちゃん焼きまんじゅうのお店さんはですね、今回挑ませていただいた焼きそばのデカ盛りチャレンジのみだけではなくて、この焼きまんじゅうを合計で40個かな、10本のまんじゅうが40個というチャレンジメニューも行っておりまして、次回はねそちらに挑みに行こうかなと思います。本当はですねチャレンジとかもしたくないぐらいこのまんじゅう、好みに刺さっておりまして、ゆっくり食べたいところではございますけれども、せっかくね大食いの YouTuber としてこのチャンネルを運営しておりますので、次回はこの焼きまんじゅうチャレンジ新たに挑みに行きたいと思っております。はい、そんな感じで本日は終わろうかなと。これねガチで挑んで、ガチで、出てきた結果なので、ちょっとね本当に悔しいですし、もう一回ね改めてこの焼きそばチャレンジも気合があれば挑みに行きたいと思います。と改めましてごちそうさまでしたということで、今ちょっといろいろとお話をしながら食べておりましたけれども、本当にねここでしか食べれないこのまんじゅう、焼きまんじゅうですね、ぜひ皆様も群馬に立ち寄った際には食べに来てみてください。改めて今度またおまんじゅう食べに行きます。ありがとうございます。